皆さんこんにちは。今回のウェブ料クッキングは寒い季節にぴったりの鶏つみれ鍋を作っていきます。それでは早速作っていきましょう。まずこのびっくりするくらい汚い鍋に酒、こんくらいと、みりん、こんくらい、塩、こんくらい、あと何でもいいんでお好きなお出汁をこんくらい入れて、深さ2センチくらいになるまでお水を入れたら強火にかけて沸かしていきます。その間に他の作業をしていきましょう。そしたらネギを刻んでいきます。みじん切りですね。刻んだらボウルに入れます。そこに鶏ひき肉も加えて、おろし生姜を、こんくらい加えてしっかり混ぜ合わせます。いい感じに混ざったら片栗粉を少しずつ加えていきます。ポイントとしては片栗粉を多めに加えて固めのタレにすることですね。この後茹でるんですが、その時に崩れないようにするためです。これでタレの完成です。これを一口大に丸めていくんですが、こういう丸いスプーンを使うと手を汚さずガス切れにできますね。ちなみにこのスプーン、なんと計量スプーンです。小さじって書いてますね。目分量クッキングの家にも計量スプーンがあったんですね。ただやっぱり測るのがめんどくさいので使われることはほぼないです。丸めたらお鍋の中に入れていきますね。今回作るのはつみれなんですが、似たような料理でつくねっていうのがあります。つみれとつくねは似て量で違います。インドとインドネシアくらい違います。こんな感じに生地を一口大に摘み取ってお鍋に入れるのがつみれ、一口大に丸めて焼いたり揚げたりするのがつみれ、あ違うつくね種を作るまで同じなんですが、その種をどうするかによって名前が変わるんですね。お鍋に入れ終わったら蓋をして中火で茹でていきましょう。茹でている間に他の具材をカットしていきます。椎茸は傘と軸に分けて一口大に、白菜は硬い芯の部分を取り除いてこちらも一口大にしていきます。これで OK ですね。あとはカットした具材を鍋に入れて放置するだけです。いや、やっぱ鍋は簡単でいいですね。鶏つみれ鍋完成です。あっさり系のスープとジューシーなお肉が相性抜群、寒い季節にぴったりですね。ぜひ作ってみていかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。